ファイヤーゴルザ、メルバ、レイキュバス、スーパーコップ、ガンキュー、超合体、ファイブキング、ドーン。はいどうも、特撮ヒーローワールドのフジャンです。今回紹介するのはこちら、ウルトラ怪獣デラックスの超合体怪獣ファイブキングでございます。イエーイ。これですね、今年の7月に再販する予定なんですけども、なぜかこの間ヨドバシカメラに3体くらい入荷されてたので、購入しました。なかなかね、欲しいか欲しくないって言われるとどっちでもなかったんですけど、ちょっとね、レアになってきてるような気がしたんで今回買いました。なかなか面白いデザインですよね。タイラントと違って結構この合体がね、むちゃくちゃなんですよ。無理やりなんですよ、結構。なのでね、このデザインは好き嫌いがすごく分かれると思います。で、このソフビは聞いた話によると、ファイブキングのなんか着ぐるみとかが出来上がる前に作ったんで、ちょっと着ぐるみと結構造形の違いっていうのが目立つなって思いました。着ぐるみの方は結構がっしりしてるんですけど、このソフビはね、全体的に細いんですよね。腕もめちゃくちゃ長いですし、なんかアンバランスな感じがちょっと残念かなとも思いますけど、まあソフビならではの面白さでもありますね。ファイブキングの全身を構成している怪獣たちをね、紹介していきたいと思います。まずこの腕、これは眼球ですね。そして反対の腕を構成しているのはレイキュバスです。この腹などを構成しているのはこのスーパーコップ。そしてこのでかい翼や頭などを構成しているのがこのメルバですね。そしてこの胸やお顔を構成しているのがこのファイヤーゴルザでございます。というわけで、ティカ・ダイナ・ガイアに登場した、まあ結構有名な怪獣たちが5体合体しているんですけども、まあね、そこはね、結構平成3部作のファンとしては嬉しかったんですけども、せっかく出したんだったらもうちょっとね、うまくまとまったデザインにしてほしかったなっていうのがちょっとね、欲ですよね。このウルトラ500シリーズと並べるとこの通りね、結構スケール感も、いい感じですよね。はい、ちょっとね、デカめなのが最高にかっこいいですよ。たまんないですね。そして劇場版ではこのティガダイナガイアと戦いました。本家ですね、本家様でございます。5体の怪獣が合体しているので、足裏のライブサインがね、実はこの通り5つついてるんですね。では早速これ読み取っていきたいと思います。上からね、上からいきましょう。というわけで、1体で5体の怪獣のライブサインを読み取ることができるんで、非常にこれね、お買い得ですよね。なぜかファイヤーゴルザなのに普通のゴルザのライブサインがついてましたけども、まあそこは、まあ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 って感じでございます。はい、これね、7月に再販する予定なんで、来月ですね、来月になるとこれが手に入りますので、あと他にはタイラントとかも、あと基本的に普通のグランド、普通のスーパーグランドキング以外の怪獣のデラックスは全部再販する予定なんで、持ってないものがあればぜひ7月に買ってみてください。僕もね、タイラントはぜひゲットしたいなと思っております。ではね、また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。